皆さんこんにちは、大野舞です、今回はですね第2弾ということで、今回のそのサウナが屋上にある、屋外にある、お風呂でまず温まってから行くのがおすすめということで、まずは今お風呂に使っています。前回のリベンジということで整いたいなと思っておりますので、最後までご覧ください。お湯の温度もすごい、なんか自動でもう来た瞬間にあったかくしてくださってて、ありがたいです。ログハウスみたいで可愛い。あ、いろいろね、これがあの水のやつとかで、これがそうそう、あのなんか石で、あとかなんかマッサージとかあのに使えるって書いてあって、ここが溶けたらね、はい。で、私この前ちょっと15分して暑かったんで、今日10分で行こうかなと思います。そしてなんといってもこの分かります、これ、もうこれがやばい。では10分行きたいと思います。今ね1セット目なんやけど、なんか今日はすっごいもうすでに汗がやばい、めっちゃ、特にね、なんか顔からめっちゃ汗が出る。もうすぐ終わるので、終わったら前そのシャワーを本当はね浴びないといけないんだけど、シャワーをちょっと浴びてなかったので、シャワーを浴びてで水風呂に無理。あー、う冷たい。あー、冷たい冷たい。もういいかな。休んで。また2セット目行ってきたいと思います。前回よりちょっと水風呂に入って時はめっちゃ寒かったけど、今なんかちょうどいいなんか感じになってるから、前回より整いそうな気がする。2セット目行きたいと思います。実はアロマらしくて、めっちゃいい匂い、なんかなんだろう、あ、やばい、曇った、ラベンダーみたいな、めっちゃいい匂い。失礼、このボールがあるので、ちょっとこのボールを使ってなんか、熱っ、気持ちいい。こういうのでほぐせるとすごい嬉しいというか、ありがたい。
匂いとかこういうワンアイテムがあるって結構ポイントが高い。はサウナ2セット目よいしょ。あれ、あもうすぐ終わります。唇がなんかめっちゃめっちゃ腫れぼったくなってる。すごいここの汗とかもう本当になんかもうね、今日本当に今日は顔の汗が本当にすごい。あでもなんか水風呂に入れるようになってきたのがすごい嬉しい。寒いのかあったかいのか、体の表面は冷たいんだけど、かといって体の芯が冷たいかっていうとそうじゃなくて、なんかあったかい。これが整う一歩手前かな。ラスト3セット目行ってきます。発見してしまった。めちゃくちゃいいこれ。このボールを足の裏でこうやってコロコロする、めっちゃ気持ちいい、やばい。10分が終わりました。前回、まあ、15分で入ってたのもあると思うんですけど、結構今はあもう終わりかなみたいな感じで、ちょっと物足りないまではいかないけど、出ないといけないんだけど出たくない自分もいる。清水風呂いきます。今回はいい感じで整ったにちょっと一歩近づいたような気がします。まだなのかな、もうちょっとなんか違うんかな、わかんないけど、とりあえずサウナ整いかけたみたいな